おはようございます。皆さんこんばんは。今日は7月4日ですね。いろいろやることたくさんあって、今日は外で講演会をするので、忙しい一日になるのかなっていう感じなんですけど、もう一つ大事なことがあるんです。もう絶対忘れちゃいけないことが。それがよ。ちょっと待って、どこ行ったっけ？ありました、ありました。今日のもう一つのメインイベントがですね、東京都知事選投票です。今日は期日前投票に行きます。動画見てる人、都民の方もいると思うんですけれど、期日前投票行かれた方もいるんじゃないでしょうかね。というわけで準備をしていきたいんですけれど、いやー、ちょっと今家が散らかってるな。あるあるです、これ。もうなんか飲みかけのペットボトルがそこら辺に置いてあるっていうね。なんでこうなるんやろうな、いつもなるんやろ。わっ、もうね、こんなんとかもう飲みきればいいのにね。はい、なりました。僕はね、もうなるべくね、期日前投票に行くようにしてるよ。まあ、なぜかというと、当日行けなくなってしまうのが嫌だから。今回は七夕の7月7日は投票日だけど、週間前から5日に基本的に行くようにしてて、本日ですね、行きます。今回ね、都内在住じゃない方もね、かなり興味関心がある都知事選なんじゃないかなと思うよね。今回候補者がね、すごいたくさん出てたじゃん。56人、もう誰が誰だろうみたいな。その人が掲げてる政策読むだけで一日潰れちゃうんじゃないかなって思うぐらい多いけれど、まあ、主要4候補、その4人で争われるんじゃないかっていうね、候補者がいるわけですよね。現職の小池さん、蓮舫さん、石丸さんで玉上さん。まあどうなるかだよね、本当にね。ちょっと準備しながら話すか。準備するか。とりあえずひげ剃りますか。あ、薄くなったか。わ かんないもん。今さ、ここに生えてくんのよ、毛がね。ここに。それが嫌だし、最近さ、わかんない、矯正してるからなのか、大人になったんだからなのか、わかんないけど、ここわかる？ここ。わかる？これ何ラインって言うんだっけ？忘れちゃった。下のラインが出てきたんですよ。何ラインだっけ？って言うんだっけ、これ。これが出始めたんですね。もうびっくりしちゃって、すごいショックだったんですよ。こんなとこに顔のラインなかったよとか思ってたんですけど、聞くところによるとですよ、海外では、まあ、ここがあると、まあ割とセクシー、まあ、皆さんここにシャドウを入れて、こうわざとこう輪郭を出したりとかやってらっしゃるというのを聞いたわけですよね。ってことは、まあ、これがあるとか色気があるとか、よかった、あ、自然シャドウじゃんって思って 安心して鏡に向かえるようになったんですよね。で、剃りましょう。ちょっと暑いよね、ほんと最近。すごいさ、寝汗をかくようになって、ちょっとシャワー浴びようかな。わかんないじゃん、自分の汗臭い匂いって。やっぱ男性ホルモン治療をしてるから、汗臭さがね、やっぱ昔より感じるのよ。自分の体でちゃんと女性ホルモンを、まあ、分泌できてた時、だから子宮卵巣を取る前は、やっぱその女性ホルモンの方が多かったわけ。時は、やっぱ匂い、違うんだよね。皮脂3倍出るって言われるじゃないですか、男性の方が。やっぱ出てんな、皮脂みたいな。汗出てんな、みたいな匂いすんのよ。あとは毛だと思う。脇とか。蒸れやすいんだろうな、とか思ったりしてますね。だからシャワー浴びます。カミソリ負けしないように。今日は人前で喋るからね。まあね、都知事選終盤ですよね。だから当日行くっていう人もたくさんいると思うんですけど、僕のこのチャンネルがさ、東京都民の方がどれくらい見てるのかわかんないから、ぜひね、東京都民ですっていう方はね、行ったよとか、これから行くよとかね、コメントでね、教えてもらえたら嬉しいんですけど、みんなに聞きたいのは、投票行く時に、まあ、候補者を選ぶじゃないですか。それで選ぶ時に何を大事にしてるのかなっていうのを聞きたい。やっぱ人それぞれみんな基準があると思うから。僕はね、もう決まってるんや、昔から。小さい頃からね、選挙があると、まあ、必ずね、両親が選挙会場に一緒に連れて行ってくれてたんですよ。選挙権もらったらこうやって行くんだよみたいな。すごい記憶に残ってるんですけど、僕はね、自分だったりとか、自分の大切な人、自分の周りの人たちが、こうみんながですね、こうやっぱこの社会
会でやっぱ生きているっていうことを想定されて、その上で政策を考えてくれてるだったりとか、発言をしてくれてるだったりとか、そういう候補者の方を選ぶっていうのがもう毎回僕はその基準なんですよね、基本的な基準は。でそこから細かい政策を見ていって、あ、やっぱりこれすごい大事だと思うし、この人に頑張ってほしいなっていうので、まあ、投票したりするんですよ。自分だったりとか自分の大切な人たち、自分の周りの人たちがより生きやすいというか幸せになれる社会、世の中にあってほしいって思って、この人ならそういう風に変えてくれるんじゃないかと思うから投票するんじゃないかなと。教えてほしい。だからみんなが記者がシャワー浴びてきていいですか。あ、いや見て、メイクするからしっかり化粧がちゃんと乗るように肌にね、水分を。最近の、まあ、メイクの悩みで言えば、やっぱりどうしてもね、テカっちゃう。もうしょうがないのかな。よし。よし、ちょっと服着てきます。まあ講演会もあるので、ね、今日は白 T にしました。白 T ってなんかさ、ものによったらさ、すごい透けてる時ない。なんかちょっと透けてるみたいな。だから最近はこう絶対ね、買う時にこうやって。肌が透けるかどうかみたいなやってんから買う。乾かし終わりました。で立つでしょこれ。これが重要です。よし、じゃあメイクをしようかな。余計のね油分を拭き取って、で下地もうないやん。クレドポーの下地ですね。これはやばいね。買いに行かないと。まだできる。3、4回はいけそう。塗ります。これ塗るとね、すごいサラサラになる。僕はまずはヒゲ隠し、もうボロボロだけど、ナーズのカラーコントローラーとコンシーラー、ナーズという文字が消えたね。これは今日講演会と投票と、まあ夜は食べる、見ていただくと、ご飯食べに行くと思う。これ結構露骨にね、オレンジって感じでね、ほら浮いてるよぐらいつけます。フックの125、これをマジちょっとだけ僕はで、これで叩いてきますね。ライフメイク上手になったと思わないですか。自分の顔に合ったメイクがなんとなく分かってきた気がする。これ、あ、反対モアリップね。ちょ、もうちょいピンク足したいので、ラカ。ほんとちょっとだけですね。で、次はこれですね。デコルテのフェイスパウダーを。で、おでこにはファンデーション塗ってないけど、下地を塗ってるんで、皮脂をね、抑えたいんで塗ってます。最近このほうれい線がね、気になる年になってきましたね。他の人はもう気にならないんだろうなって思いつつ、やっぱ自分の顔って気になるなとか、すごい共感できるようになってきた。眉毛を描くんですが、ほんとちょっとだけですね。シャドウですね。これシャドウってほんと使ってもなくならないよね。アイブロウって書いてるけど、まあいいや。この眉毛の下と鼻筋ですね。よし、完成。だからいつも10分もかかんないね。7分ぐらい。5分はもう。あ、なんか服ちょっとシワいってる気がする。そんな気にならない。こういう時は、僕は裏技です。裏技わかんないけど、これ。水。水の霧吹きを、こうやっときゃね、シワは取れるんですよ。ただ暑いから。すごいよ。そのうちね、シワ取れるから。うわ、髪の毛だね。で、最後にこれですね、キープミスト。これをやるのとやらないのではね、全然違うということを最近発見しました。オーシャン東京と中野のワックス両方使ってます。お、選挙カー走ってるわ。聞こえるかな。玉神さんでしたね。聞こえた？聞こえた？
今あの主要4候補のね玉神さんでしたけど、同性婚賛成反対回答しないがあって、今回この4人のうち玉神さんだけ反対なんですよ。で賛成が蓮舫さんだけで、小池さんと石丸さんは回答しない。なんかそのさ、結構自分にとって大事な基準が合わないと思って、他も全然合わなかったりしないですか。まあ別にその選挙限らずさ、あとやっぱ演説聞きに行くっていうのとかは結構いいなと思ったんですよね。僕演説聞きに行ったんですけど、演説ってめちゃくちゃ人柄出るから、限られた時間で自分の伝えたいことを伝えるっていう場じゃん。限られた時間でどの言葉をチョイスするか、どの言葉で人に伝えるかみたいなのを、でめちゃくちゃその人の普段考えてる人だったりとか、関わってる人だったりとか、すごい見えてくるなって普通に思う。まあ、動画とかでもいいんだけどね、演説してる動画少なってるところにですね、これですね、ポンポンですね、黒いポンポンを、でそうするとちょっと、はい、黒くなると。すごいよねこれ。でも服につくので皆さん、あの気をつけてくださいね。あ、いいじゃん、完成。ちょっと準備早かったな。え、投票はさ、終わったら行く？お仕事は OK、 じゃあ僕も一緒に行く。じゃあ OK、 じゃあ一緒に行きましょう。で終わってからね。なかった？そこに。ちょっと仕事します。移動してきました。目的地へ向かいます。さっき出る前、投票の紙忘れかけて、あぶねーってなってたけど、確か大丈夫なんだよね、確かね、あれなくてもね、忘れても確か投票できる気はするけど、ちょっとギリギリだな、ちょっと迷っちゃったんだよね。無事着きそうですね。あ、ここだ、着きました。じゃあ今公演が終わりました。でベティちゃんと合流しました。お疲れ様でした。で今から投票に行きます。そう、期日前投票持ってきたよ、紙。はい、どうぞ。間に合いそうですね。全然まだ6時半とかだから。投票してきました。終わった。で今ちょうど出口調査もやってて、それに回答してきました。 でも僕出口調査やったの人生初かも。うん、あんまいつも声かけられないかも。いつも声かけられるでしょ、ね、声かけられてそうだもん、ね、答えてくれそう。確かにベティちゃんは僕が答えてくれなさそうなのかも。道聞かれるタイプでしょ、ね、割とね。僕も結構聞かれると思ってんだけどな。あ、違う。いや、無事投票しました。どうなるかだよね。本当に今回の都知事選はもう予想つかないことがたくさんすぎて。ご飯食べましょう。何食べる？お、いいよ。生魚食べたいの？ OK。 投票行って外食だね。モームス、投票行って外食するんだみたいな。え、焼肉、いや外食や、外食。結構いた。この動画をね見てる都民の皆様で、もしまだ投票行ってないよとかいう方がいたら、ぜひ行こうね、投票ね。あ、ネギシいいね。全然海鮮じゃないけどいいの。